2009年から国際結人会の日本総会は、謝前総会長及び理事の皆様方の、努力によってですね、国際結人会日本総会も、だいぶこの改革に対してですね、さまざまな成果を上げまして、これから、日本国内でぜひですね、国際結人会の活動を広がるようにですね、ここで皆さんに申し上げる、そしてぜひ、ご来場の皆様も、国際結人会の一員に参加させていただいて、私たち一緒にこの日本の社会の中の福祉を、ぜひですね、貢献したいと私が、願っております。台日之间呢，当然我们接下来还是很多地方必须要去努力的，包括人的交流、文化的交流。那么明年这个日本最有名的宝冢歌剧院呢，歌剧团呢，会到台北去做公演。那么这个也是他们在台湾第一次去做这样一个大型的公演。那么2014年呢，我们故宫博物院呢，也会到日本来出展。那么这个是故宫啊，相距美国啦、欧洲啦这几个国家以外，第一次在亚洲啊办这样一个大型展。那么日本人对故宫啊非常非常的向往，所有的新闻媒体啊对这个新闻都非常非常的大幅的报道。那么前两天他们的东京的博物馆的馆长特别到台北去正式提出来申请，那么这个案子已经定了，在2014年就在东京跟九州两个地方啊准备这样的一个展出。那我相信呢，透过这种文化人文的交流啊，那么台日之间的关系啊更会更加强更密切。那么我也希望我们国际结缘会包括日本的这个总会啊，那么大家携手合作，我们跟政府啊大家来相互勉励，然后对于台日关系啊再提供更多的一个协助。私は40年間台湾と関わってまいりまして、もう台湾はもう私にとっては日本と同じ、思いであります。私結人会の謝前会長から顧問になれと言われてなってて、皆さんの会には何もできないんですが、日台交流の政治的な場ではどんどん楊会長謝前会長言ってもらえば何でもやります。在推动这种社会服务工作的过程，我们有一个比较特别的地方。这个地方呢，就是它有一个层次。这个层次就是说，结人会要求我们从培养品德伦理开始，来成就高尚的人格。接着呢，就是要从我们的专业跟我们的事业好好的经营，好好的成就，好好学好，然后呢，因为专业学好了，事业做好了，就能够带动整个社会的发展。就是希望透过这样的互动之后呢，就是培养优良的优秀人才、杰出人才，所以我们称之为杰人会。昨天，我们跟日本总会的一些会友们，我们的一些讨论呢，我看到了日本的会友们他们的热情、他们的用心，所以让我们呢有相当的信心。不管说从日本总会的推广来讲也好，或者是说我们国际结缘会往国际上来拓展来讲也好，我相信有这样的一个开始，我们应该会一步一步的趋向于我刚刚讲的，是世界上是让人家认为是一流的服务性社团。我深深的一鞠躬，来拜托大家对于我们结人会的支持，拜托。台湾市中の結成会というものなんですけれども、こちらはその全国の大学の結成したプロジェクトを選出して、それでは早速発表を始めたいと思います。これが1日目から4日目の写真です。台湾に関したことが2つあります。1つ目は人と人とのつながりがすごい強いということです。特に街の雰囲気がすごい良くて、フランクで温かみのある街の雰囲気にすごい感動しました。
2つ目はボランティア精神がやっぱりいっぱいいらっしゃったということです。私欲を捨てて人に尽くすという精神は最近の日本人が忘れてしまったものの一つだと思うので、そこは見習わなくてはいけないと思います。私が感じたことは、このような交流をしていくことは、ボランティアだけではなく文化の交流、ゆくゆくは経済の交流までにつながっていくんじゃないかなという可能性を非常に感じました。